僕のロキちゃんのイメージは、アキくんの5万人記念衣装の制服に限界化してるイメージが強いので、ロキちゃんはアキくんとちーちゃんの衣装でこれ好きっていうものはありますですって。おー、好きな衣装、好きな衣装、うわ迷うな迷うな迷うな。あ、でも私千尋パイセンは雪だるまの雪の衣装めちゃくちゃ可愛くて大好きですね。あー可愛い、あれめちゃくちゃ可愛い。サンキュー。丸っこくてコロンコロンとしてて、ね、転がしていけそうな気がして可愛い、とても可愛い。で、あきくんちゃんは、あきくんちゃん呼びなんだ。あきくんちゃん呼びじゃないですかいや、いいですよえ、ダメいいですよ、うん、めちゃくちゃ迷う。どの衣装もめちゃくちゃ大好き。でも、でも発狂したのは、発狂したのは、やっぱ、学ランですかね。存じております。学ランじゃないだろ、学ランに着てこればよかったね。いやもう、それそんなんされたら私心臓止まるんでやめてください。学ラン見せつけてやるよ。いや、いやいや、死ぬ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 。死ぬか。鎖骨見せてないで学ラン見せろよ。切るか。マジで？いや本当に、ね、もう可愛いっていうイメージだったからもう帽子いります？可愛いってどっちでもどっちも大好きです私はもう本当に大好きです。いやもう。ああ男の子なんだって言って興奮した瞬間でしたね私が確かに男を見せつけられたねあれで。本当に本当に男かってなってたのが、ああ男の子だってなった、はい、ああ